このままでは皆奴の二の舞、ぬちらも早く逃げろ。新八神楽、バカな、どういうことじゃ、一体誰が。大丈夫ある、月。煙は吸っちゃったけど目つぶってます。言えてるなこれ。あー、ごめん。やべ、バカな、パッツァンが、あのパッツァンが超かっけー。メガネだけ。そんな、いつもと変わらないはずなのに、いつも見慣れてるはずなのに、超かっけー。お前もメガネしか見とらんのかい。方こそ違うの、私なんかごめんなさい。新八くん、おい、ちょ待てよ。カグラ待ちなし、戻れ。ちょ待てよカグラ、なんで逃げんだよ。ごめんなさい、私新八くんの顔が急にまともに見れなくなっちゃって。なんでだよ、どういうことだよ。ちゃんとこっち見て話してくれねえとわかんねえよ。だから新八くんのことが。こっち見ろよ。ちゃんと俺の目を見ろよ。ダメ、やっぱりかっこよすぎて何も言えなくなっちゃう。ああ、もう目が離せない。僕はもう君のその瞳の虜だ。カグラ、お前が言わないなら男の俺が言うよ。これから俺のことをその目でずっと見つめてほしい。誰でもない、俺だけを。そんなこと。じゃあ新八くんも私のことだけ見てくれる？俺は最初からお前のその瞳に釘付けだよ。約束してくれる？新八くんのその目は私だけのものだって。ああ、他の女なんて目じゃない。俺にはもうお前しか見えない。嬉しい。カグラ、もう誰にも渡さない。新八くん、私だってもう話さないから。そのメガネ。おい、メガ、何しやがんの。あれ、僕らこんなところで一体何を。何じらじら見てんだ、気持ち悪い。何すんだ、くそ。こんなかったいいな、できたらいいな、あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな。